オーボエ、オーボエ、オーボー、オーボアはともは、木管楽器の一種であり、ダブルリードで発音する、円錐管の楽器、副交換楽器である。原理はフランス語のホーとボは、高い木で、高音、または大音量の木管楽器であるとされる。古代ギリシアの伝説においてマルシュアスが吹いたとされる、タテウェアウロスが、ダブルリードの楽器であったと考えられているが、 オーボエの直接の前身は、軍隊などが古外で使用していた商務であり、これが、木管楽器製作者のオトテール一族によって、室内音楽用に改良され、17世紀頃、オーボエとして誕生したと言われている。しかし、アムステルダムの木管楽器製作家、リチャード・ハッカ、リチャード・ハッカ、1645年から1705年の工房から、 バロックオーボエとその前身のームとの中間的な楽器が発見されている子から、オーボエの誕生には発火が関与したとする説もある。かつては弦楽器だけだったオーケストラに初めて入った管楽器であるが、バロック器のオーボエはまだキーが2個から3個で、音域は中央派から2オクターブ上の2までの役にオクターブであった。当初は国ごと、地方ごとに、 独特のキーシステムが用いられていたが、現代の大覚えでは、コンセルバトワール式と呼ばれるものが一般的である。これは19世紀を通じて、システムの機械化を図ったトリエベール、トリーバート、トリーバート一族の貢献によるもので、現在のコンセルバトワール式は、トリエベールの6型、現在でもイギリスを中心に用いられるサムプレート、オヤシバン式は、 トリエベール第5型を基準としている。オクターブキーの機構によってセミオートマチックとフルオートマチックがあり、セミオートマチックは第1オクターブキーと第2オクターブキーの切り替えの時点で第1オクターブキーが自動的に閉じる機構になっている。フルオートマチックはこれに加えて第2オクターブキーが自動的に開き、操作による操作を必要としない。キーには オープン式とカバー式とがあり、現在はカバー式、カバードキーが多い。オーボエの場合カバードキーといってもキーの中央に穴が開いている。フルートではリングキーと呼ばれる部類に入るが、オーボエではこれをカバードキーと呼んでいる。オープン式の場合は、現代のクラリネットのようにリングのみのキーを用いている。主にドイツやロシアで用いられていたジャーマン式、ドイツ式は今なお、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団で使われており、ウィーン式、ウィーンが応募へ、現在は日本のヤマハその他が製作と呼ばれるようになっている。ドイツ、ウィーン以外のオーストリア、東欧などでも20世紀初頭からコンセルバトワール式が主流となっているが、それには1890年代にドイツからパリ音楽院に留学し、ベルリン国立歌劇場のオーケストラで長く活動した。 フリッツ・フレミング、1873から1947に追うところが多い。フレミングと隕石関係にあったリハルト・シュトラウスがこの動きを強く奨励した。ただし、軍楽隊やアマチュアのために1930年代頃まで古いドイツ型やフランスとの接中型もカタログに載っていた。ロシアでは一部に古いドイツ型やフランスとの接中型があったが、 アンソニー・ベインズの1950年代報告による一方ではロシア革命直後の満州や上海疎開での白系ロシア人の応募演奏者リチェブなどがすでにコンセルバトワール式ローリーを使用していた記録があり彼らは日本の演奏家にも大きな影響を残した楽器は上管、下管、ベルといった部分からなり上管の最上部にはリードの差し込み口がある オーボエ属のコーラングレア、同じくダブルリード楽器であるファゴットのようにボーカルを付けて、リードと楽器を接続する形態ではなく、楽器に直接リードを差し込むのが特徴的である。艦隊はクラリネットなどと同様にグラナディラが用いられることが多く、その他にはローズウッドやキングウッド材などのものも知られている。樹脂製の楽器も存在し、木製の楽器の一部に、 樹脂素材を用いているものもある。発音体であるリードは消耗品である。リードは楽器店で購入するか、奏者自ら制作する。リードの設計によって、全音域での音程バランス、第1、第2オクターブの音程バランス、ピッチ、高音の発音の容易さ、音色の変化の幅、アーティキュレーションの容易さ、その変化の幅、アンブシュアへの負担などに大きな影響があるため、 リードにも国柄、使用している楽器のメーカー、またそのモデルによるスタイルの違いが見られる。アメリカでは、ロングスクレープと呼ばれる、リードの5分の4から3分の2程度が削られている、もの主流である。ヨーロッパでは、ショートスクレープというリード半分以下の部分が、削られているものが主流であるが、イギリスには、やや異なった形でのロングスクレープの伝統があり、独特な楽器で知られる。 ウィンのスクレープも長めである。音域は中央波のすぐ下の変路から3オクターブ弱上の今で約3オクターブであるが中には最高音が変路とされているオーボエもある。双方を工夫すれば奏者の実力次第でそれより上の炉、波、変に2まで出すこともできるが演奏は極めて困難である。また音の組み合わせに制限はあるがハーモニクス20音 ミエオン、多重音の発音が可能である。グリッサンド、フラッタータンギング、弱音奏法。これも、ハーモニクスと呼ばれる、循環呼吸法による切れ目ない演奏、音色を変化させる、フィンガリングなど、現代奏法にも広く適用する。一つの音程について、音色の異なる二十種類ほどのフィンガリング、タンバーフィングリングが存在することもあり、著名な現代曲ではいくつかの音についてこの、 フィンガリングが使われている。オーボエ属の楽器としては、などがある。ファゴット属のファゴットや、コントラファゴットもダブルリード式の楽器であり、同じ発音原理を持つ。オーボエ用のリードとファゴット用のリードでは、大きさが違うだけで、音響学的に見て、非常に近い楽器である。オーケストラで使われることは滅多にないが、チャルメラや、七力も副交感楽器、ダブルリード式の楽器である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。